行こうかな。ここにしましょう。さて次はと。どうしたのウェンディ、ため息なんかついちゃって。その手に持ってるのは何？え？あ、これはそのウェンディ？はい、天狼島から戻ってきた時にリータスさんが私の7年後の想像図だって渡してくれて。へえ、美人に描いてくれてるじゃない。確かにウェンディが成長したらこんな感じになりそう。でもそのお胸が、私やっぱりこのまま成長しないんでしょうか。胸？あ、はあ、あくまで想像図だからそんな落ち込まなくても。やっぱり成長しないんでしょうか。え、ちょっとどこ行くの？ウェンディ！わけでウェンディがこの絵を見て落ち込んじゃってね。そんなに気にすることないのに。いやいや、ルーちゃん何のんきなこと言ってるの。これは由々しき問題だよ。そんなにかな。ルーちゃんには持たざる者の気持ちはわからないよ。ウェンディがどれだけ辛い思いをしたか。持たざる者って、でもどうしたら元気出してくれるかな。ウェンディ待ってて、私がリーダスに書き直してもらってくる。あ、ちょっと。あんなに積極的なレビィちゃん久々に見たかも。
持ってっちゃった絵返しに来たわよ。え、ああリーダスさんが描いてくれたあれですか。別に返してもらわなくても。はい、どうぞ。お、まあいろいろわざわざ描き直してもらったんですか。そこまでしてもらわなくてもそんなに気にしてないですよ。あ、そうだよね。ごめん、おせっかいだった。いえ、気持ちは嬉しいです。ありがとうございます。私7年後にこうなれるよう頑張りますね。何を頑張るのか分かりませんけど。そっか。元気出たみたいでよかった。行こうかな。ここにしましょう。切られたいものからかかってこい。痛いわよ。天竜の直撃。やったの扉、カプリコン。天竜の直撃。やったやった。行こうかな。ここにしましょう。ここで合宿する。